小屋大ダムは、富山県黒部市、一級河川、黒部川、水系黒部川に建設されたダム。高さ54.5メートルの重力式、コンクリートダムで、関西電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、黒部川第二発電所に送水し、最大72000キロワットの電力を発生する。1919年。 黒部川の豊富な水資源を活用した水力発電によりアルミニウムを生産するとして東洋アルミナムが設立された。同社は九百二十年に黒部川の水利権を獲得し、九百二十一年に子会社、黒部鉄道を設立。開発の足がかりとして、国鉄北陸本線、三日市駅から黒部川に沿って鉄道路線を敷設していき、九百二十二年には、 下立駅まで伸ばされた。同年、東洋アルミナムは五大電力の一角、日本電力の傘下に収められ、それ以降黒部川の開発は、日本電力の主体のもと行われていく。その第一弾として、柳川原発電所の建設工事が1924年に着手され、1927年に完成。これと、並行して、下立駅から、 桃原駅及びそれ以南の工事専用鉄道路線が、敷設された。なお、東洋アルミナムは1928年、日本電力に合併している。日本電力は、柳川原発電所完成後、開発の手を上流へと伸ばし、黒部川第二発電所の建設を目指して1929年に、鉄道路線を小屋平駅まで延伸した。しかし、当時は、不協和にあって、 同年11月には工事の一時中断を余儀なくされてしまう。ところが、1932年になると一転して、景気が回復し、電力が不足する傾向となったことから、1933年6月に工事が再開された。工事を受け負ったのは、大林組、真組、鉄道工業、大倉土木の4社である。 すでに鉄道路線が小屋平駅まで至っていたこともあって、工事は順調に進み、1936年に完成。黒部川第二発電所は、同年10月30日から運転を開始し、1937年6月からフル稼働に入った。日本電力は建設工事と並行して、営業活動にも力を入れており、富山平野に、 いくつもの大工場を誘致し、電力の需要確保に努めた。日本電力はその後も、開発の手を上流へと伸ばし、1940年、小説、高熱水道でその難工事ぶりが伝えられている、黒部川第三発電所及び千人国ダムを完成させる。その間、日本政府は、電気事業の国家管理下を目指して、日本発送電を1939年に設立し、 日本電力は同社への電力設備の出資によって、電力会社としての歴史に幕を下ろした。戦後になって、日本発送電は、分割、民営化され、日本電力が手掛けた黒部川の発電所群は、関西電力が継承した。黒部川に沿って敷かれた黒部峡谷鉄道本線、小屋平駅付近に小屋平ダムがある。小屋平駅は、小屋平ダムの管理に供される駅で、 一般の観光客には解放されていない。駅付近に差し掛かると、小屋平ダムの天馬が顔を覗かせる。当初は980メートル上流に建設する計画であったが、名称、サルトビ橋を水没させることのないよう、専門家を交えての実地調査により、現在の位置に変更された。小屋平ダムは放流設備として、天馬付近に2門の水門を備えている。現在は、 ローラーゲートであるが、完成当時は、重厚なローリングゲートが据え付けられていた。小屋平ダムの下流、猫股駅付近には、黒部川第二発電所があり、建物内部には3台のフランシス水車発電機が、設置されている。黒部峡谷の景観との調和を図ったという、真っ白い4階建て鉄筋コンクリート構造の建物は、建築家、山口文造が設計したものである。彼は、 小屋平ダムのデザインも手掛けており、後に建設される千人国ダムも小屋平ダムを踏襲したデザインをしている。発電所の下流には出し平ダムがあり、黒部川第2、新黒部川第二発電所で使用した水を下流の音沢発電所及び新流河原の発電所に送水している。関西電力は1963年に黒部ダムを完成させ、 黒部川の豊富な水資源を一層有効活用できるようにした。これに伴う黒部川第二第三発電所の再開発事業として新黒部川第二第三発電所を建設した。新黒部川第二発電所は上流の新黒部川第三発電所で発電に使用した水を直接取り入れ最大7万4 2 0 0ットの電力を発生するものである。 黒部川第二発電所のやや上流に位置するが、発電設備は地下にあるため外環状を目立った特徴は見られない。小屋平ダムでは、上流から流入する土砂がダム湖に堆積し、貯水容量を圧迫する大差という問題に直面している。国土交通省が2000年度に調査した結果、大差率は95.0%。これは、総貯水容量100万立方メートル以上あるダムの、 中で、静岡県川根本町、大井川水系須又川に建設された先頭ダムに、次、第2位に位置している。小屋平ダム湖の容量は、上流の黒部川第3発電所が発電後に、放出する水を逆調整するために利用されるが、大佐の進行によって、その機能が喪失しかねない。大佐は、ダム下流の発電所にも影響を及ぼしている。黒部川第2、 シンクロベガは第二発電所の放水口に土砂が堆積し、発電効率の低下を引き起こしていた。このため、関西電力は、放水口の付け替えなどの改修工事の実施を計画している。2003年9月27日、28日と10月2日にかけて、小屋平ダムでは洪水波形ゲートの下にあるゲートによる大差の放流が行われた。これは、関西電力が、 小屋平ダム砂岩の発電所取水口の木材、侵入防止策を取り替えるために行われたものである。この結果、翌2004年7月17日から20日にかけて、出し平ダムとうなずきダムで行われた連携廃砂では、廃砂量は公式発表だけでも33万、立方メートルと通常の4倍以上になり、大量の汚水や流木が、富山湾に流入、環境へ、 甚大な影響を与えたとみられる。ありがとうございます。